はい、今日は9月の25日土曜日です。本日も新聞コラムの音読を行います。その前に新聞一面見てみましょう。一面はこのようになっております。本日の新聞コラム産経名の表題は次のように決めました。河野氏総裁で議事政権交代か。では音読します。9月25日土曜日、産経コラム名、産経名の表題は河野氏総裁で議事政権交代クエスチョン。自民党から民主党へと政権交代した直後の平成21年9月前所属議員に小沢一郎幹事長名で通知が届く。そこには党の政策調査会の機能はすべて政府内閣に移行すると決定事項が記されており、外交安全保障文教など政策部門ごとに開かれていた部門会議は廃止された。古い話を持ち出したのは河野太郎ワクチン担当相が21日衆議院当選3回以下の自民党議員で作る党風一風の会との意見交換会で語った言葉からの連想である。党の部会でギャーギャー言ってるよりも副大臣政務官チームを半ば非公式に作ったらどうか。河野氏は笑いながら、ちょっと危ねえなこれと付け加えたが、部会がなくなれば大臣副大臣政務官の政務三役として政府に入った者以外は政策論議に加わる足場や官僚との交流の場を失う。同じ政策分野を学ぶ議員同士が切磋琢磨する機会も減ってしまう。極めて失礼。部会で国民の声を政策や議員立法にしている議員にも失礼。国会議員の存在意義の否定。自民党の佐藤正久外交部会長は自身のツイッターで反論した。最も部会に出ないことで知られた河野氏は本音を述べたに過ぎないのだろう。民主党政権当時、中堅議員はぼやいていた。私は何のために議員をやっているのかと感じる。一方、河野氏は意見交換会でこう振り返った。僕が昔よく言っていたのは与党、
の役割は首相指名まで、あとは自分たちが選んだリーダーにおもねろということか。民主党政権の菅直人元首相の持論、民主主義とは期限を区切った独裁とも重なって見える。29日の自民党総裁選の行方はまだわからないが、議事政権交代を目撃することになるかもしれない。令和3年9月25日、三経名の音読を終わります。政治の世界は魑魅魍魎ですね。次は尖閣をいきます。尖閣はこのようになっております。中国公船11日連続です。本日もありがとうございました。